いくら中西さんでも怒りますよ。何度も説明したでしょう。それよりも中西専務、先日お話ししました私どもからの、ぜひこのケルベロスでラツワンを、大体あの霧島などという思いやりのかけらもないやつ、ケルベロスに来ていただければ。どうだろう、悪い話じゃ。いや、確かにうちの、とにかくメディ頼みま。
あなた、確か。怪我は大丈夫？怪我？あなた、私の宝石を狙ってるんでしょ。この宝石は私のものよ。誰にも渡さないわ。その宝石はあなたのものよ。そうよ、これは私のものよ。誰にも渡さないわ。こんにちは。私のこと覚えていますか？おととい、ビルの中で取り残されてしまったのを助けていただいた弥生です。覚えているわよ。あの時はとてもけなげな人だと思ったわ。そうなんですか？どうしてけなげに見えたのかな。瓦礫の撤去をしようとしても大きな余震が続いているためうまくいかないそうです。砂ぼこりもすごいです。帰れなくなった人のためにそこのカーディーラーさんがショールーム内で泊まらせてくださっているんです。
家にも連絡できていないし、お母さん。帰れるといいわね。そうですね。私しばらくショールームでお世話になってると思います。この辺りに立ち寄ることがあったらぜひ声をかけてください。私帰れる糸口が見つかったらショールームの方に伝言を頼むようにします。気をつけてくださいね。髪が切られて、メガネも割れている。一体…誰かに無理やり髪を切られたの？昨日の夜よ。寝ている間に…髪を切られていたの。気配がして目が覚めたんだけど、寝てるふりをしたの。犯人の顔を見てやろうと思って。犯人は一人だった。ジョキジョキ髪を切り刻んだ後、私のメガネを踏みにじってたわ。すごく蔑むような表情で笑ってた。すごく怖くなって動けなくなって、そのまま彼女が気の済むまで踏みにじるのを見ていた。一体誰の仕業なの？もしかして。もしかして赤坂エリさんの仕業なの？そう、エリさん。あの人、自分であんなことしておいて、さっき私を慰めに来てたの。怖い人。私の感情をおもちゃにしてるんだわ。なんで、どうして、こんな状況になっても、どうして私ばっかりひどい仕打ちを受けなきゃいけないの。私の手には負えない問題だわ。春彦。春彦ってお兄さん？いえ、違います。弟です。
震が起きますね。いつになったら揺れなくなるんだろう。そうですね、終わりが見えないのは苦しいですよね。この万年筆は春彦が私が教師になったお祝いにプレゼントしてくれたものなんです。見てたら思い出しちゃって。今高校生なんですけど寮に入っていてずっと会ってないんです。弟とは以前大きな地震に巻き込まれたことがあったから、ついその時のことを思い出してしまって。弟さんに何事もなければいいですね。そうですね、情報がないから不安ですね。私のこと心配しているかもしれない。無事でいることだけでも伝えたいんだけど、携帯を忘れてきちゃったから。かなえ？ともや！あれ？君はあの時の？どうしてかなえと？彼女を瓦礫の下から助け出した後、一緒にフェリー乗り場に向かっていたんです。そうだったのか。カナエを助けてくれてありがとう。でもあなたがトモヤと知り合いだったなんてすごい偶然。それよりフェリー乗り場で待ち合わせの約束でしょ。ちゃんと待ってたんだから。ごめんカナエ、
そうだ、紹介するよ。前に話した亡くなった恩師の奥さん、前田さんだ。彼女の用事を手伝ってからフェリー乗り場に向かおうとしてたんだけど、地震が起きて行方がわからなくなっていたから、今まで前田さんを探していたんだよ。智也と結婚の約束をしているカナエと言います。どうも、智也がお世話になってます。いえいえ、お世話になっているのは私の方ですよ。前田と言います。彼がいてとっても助かっているのよ。街から出ましょう。彼女とはいろいろな場所を見てきたけど、今のこの街に住み続けるのは大変だと思うの。前田さんも一緒に。ねえ、そうしましょう。カナエ、僕はこの街に残ろうと思う。え？なんで？あれから僕もこの町のいろいろな場所を回ったんだ。みんなすごく大変そうだった。だから僕はこの町に残ってみんなの役に立ちたい、そう思ってるんだよ。そう、智也らしいわね。そういうことなら私も残るわ。智也と一緒にいたいし、町のみんなの役に立ちたい。いいのかい？きっとすごく大変だよ。